今日7月11日はいろいろ記念日があったんですけれども、まずは7月11日ということでセブンイレブンの日ですね。セブンイレブン、コンビニエンスストアのセブンイレブンが制定した記念日ですけれども、コンビニがない生活って考えられないですよね。私もよくこう朝ごはんとかおにぎりを作れなかった時によるんですけれども、セブンイレブンの日ですね。セブンイレブンって確か7時から23時までしか最初やっていなかったって聞いたことがありますけれども、なんかこっちに来てからだと結構24時間やっていないコンビニが多くてびっくりしましたね。でもなんか大変ですよね、24時間ね、働くというのも。最近だとこうセルフレジのところも多くなってきましたけれども、やっぱりそうなんですね。コンビニ昔は24時間営業じゃなかったということで、私小さい頃の将来の夢レジスターだったんですよね。だからこうレジスターです、レジスター、こうレジやる人、だからこうスーパーとかでレジ売ってる人が子供の頃から羨ましくて、それでなんか今もセルフレジこうやることがあるとちょっと嬉しくなるんですけれども、本当になんかあのレジの人が好きで、幼稚園の時とか手作りでレジとか作ったりしてねレジ触ってみたかったんですけれども、結局ねお寿司屋さんのアルバイトをしていた時にレジを触るっていう夢は最初に叶えましたね。いやレジ夢だったんですよ。こうピッてやるやつとか、あとこうスキャンするやつとか、あ、レジスター機械あ、そうなんですか失礼いたしましたレジスターは人ではなくて機械なんですね。で、私はじゃあレジを打つ方になりたかった、レジ担当になりたかったです最近はねこうあのコンビニなどでもセルフレジありますので、レジ触れる機会も増えてきましたので嬉しいんですけれども、今日はセブンイレブンの日ということで、ぜひね、ランチなどセブンイレブン寄ってみてはいかがでしょうか。